今回は一緒に10分間筋トレとストレッチをやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、10分間一緒にやっていきましょう。難しいエクササイズはないので必ずできるはずです。では行きましょう。準備、3、2、1、ワークアウト。1分間体を大きく動かして歩いていきます。体をしっかり温めましょう。できるだけ体を上に伸ばして姿勢よく歩いていきます。もももできるだけ高く上げてください。なかなかこうやって意識してね、1分間歩くっていうのはね、ないと思うので、リラックスしながら、そのままもう15秒歩きます。今度はジャンピングジャンプでいきましょう。手と足を大きく動かしてください。手の位置を後ろぐらいのイメージ。は1回ずつ行った方がいいです。このようにできるです。少し厚着をして動くと汗が出て気持ちいいと思います。3、2、1、いきます。今みたいな同じ動きをずっと続けるのっていうのは歩くのも一緒なんですけども、気分転換になります。今度はシットアップをしていきます。ワークアウト。胸に胸とももがぶつかるぐらいのイメージ。マイペースに行ってください。起き上がれない人は手がね、こういう風に振り子で起き上がっても OK です。3、2、1、よっしゃ、歩いていきましょう。今度はレグレインです。腰が浮かないように座ってください。膝を少し曲げてる方が足の力が入らなくていいです。はい、歩きましょう。1分間続けてもね、もちろんいいんですけども、45秒ぐらいがね、ちょうどいいです。2秒で降りて2秒で上がる感じです。ワイドスクワットでいきましょう。しっかり膝がね、広がる方が内転筋に効きます。足が向きになりやすい人はできるだけ開いた方がいいです。
をリラックスしてください。息が上がっている場合は1回で一呼吸のイメージです。3、4、5、6、7、8、9、10、吐きます。ただね、プッシュアップちょっときついと思うんですけども、辛い方はね、膝をついてください。3秒で降りて1秒で上がります。3、4、5、6、7、8、9、10、体はできるだけ前に持っていった方が負荷が上がります。もし硬い方は手でね、膝をこうグッグッと引っ張ります。少し体を前に動かしていきます。足の位置はね、辛すぎず楽すぎず位置でいいです。で、今度しっかり近づけます。で、こう前に体を揺らします。内転筋とお尻が少し伸びます。3、2、1、休憩。首のね、休憩の間回してください。頭って重いですからね、首がね、やっぱり凝ってしまう。3、2、1、肩を伸ばしていきます。足はこのままで OK です。手をね、引き寄せるか、体を回します。引き寄せて、体を回します。ストレッチというのはですね、引っ張られる感覚が少しでもあれば動いてますから、あの無理もね、しないようにします。今度後ろに伸ばしながら、肘をね、下に引かんで、なんか余裕です。今度は頭で後ろに体を反らしてください。3、2、1、OK。はい、肩の力を抜いて首を動かしましょう。3、2、1。はい、今度は1。バーフライト。前ももを伸ばしていきます。片足ずついきましょう。腰を床につけるイメージで前ももを伸ばします。はい、反対いきましょう。ももの裏が硬い方はね、前のももすごい使いすぎているので、しっかりね、前ももを伸ばしてください。今寝ましょう。膝を少し上下に揺らします。はい、反対。最後、両足、腰が反れないように腰を低く。3、2、1、休憩。はい、OK です。今度軽く足を広げてください。手首を回してください。足グラグラで軽く足を回してください。3、2、1、バースライト。まずはね、交互に体を回していきます。つま先をしっかり上げていきます。前のももに力が入らないように入っちゃう方は少し前ももを鍛えてください。今度は体を吐きのって動かしていきます。最後しっかり伸ばしてください。で、足パタパタします。はい、
体を使うので、体をしっかり前に行きましょう。できる方はつま先を前で十分伸ばして、バープランク完了。はい、OK です。このままね、体を起こして、はい、やってください。はい、お疲れ様でした。このようなメニューでね、今回はやりました。また次もね、メニューいろいろぐちゃぐちゃにしますんで、一緒に頑張ってもらえたらと思います。今回のはね、比較的楽だったのかなと思いますけども、やはり体を動かす、体を伸ばす、適度に汗をかく、それが気分転換になりまして、それがやっぱりダイエットにつながってきますので、今回みたいなね、楽だから俺には合わないよ、私には向かないよとか、もっときついのがいいよって思う方もいると思いますが、これぐらいがね、気分転換でいいので、たまにはやってみてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。